ついてく鼻水が全部出るやつ。あ、いやサイレントでもない、結構音鳴る、 鼻で音が鳴る。そう、なんか口を塞いだら、そう。鼻水出ません。あ、鼻水出ないのアイドルって。ごめんね、全然全然鼻水に関しては全然抵抗なかった。そう、もう人間の、もう人間みたいな感じだ。そうなんだ。抵抗あるの？なんだ。ああ。どうだろう。あんまない。でも冬怖くない？冬怖いわ。そう。あと笑った時とか、何とは言わんけど。本当にめっちゃ乾燥する、口が。やだ。エアコンのせい？何が？あー、乾燥するのが。いや、違う。この唇ですよ。唇が乾燥するのが嫌なの。喉じゃなくてね。そうそうそう。こんなんや治りました。いつか治った。
いつ直ったかわかんない。なんかカウントダウンしてた時に直ってた。5日目ぐらい。うね、言ってたよね。5日だ、5日。そう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 。よかった。なんか今日すごい厳しいコメントの人がいる。やだやだ。急にあのクラスの女子やだん。やだもう。ちょっと男子ちゃんと歌って。ちゃんと掃除して。こういうタイプじゃない。私は違う。懐かしい響き。はい。そんな人いないでしょ。なんか答えてる人いる。どうしたどうした。ちゃんと答えてる人。じわ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 。そろそろ終わろう。何？ありがとう。はい、今日はもうぽやぽやしすぎてやばいです。めっちゃぽやぽやした。やっほ。今日のことを忘れてください。勉強できた。えらい。ファンの方のことは忘れません。
本当に忘れてほしい。今日のことは本当に。でもいっぱい笑った、楽しかった。やばい、本当になんでこんないろんな方がいるの。すごいね、こんなにいろんな人がいて。ありがとう。ねえ。すごいよ。ありがとね。12,670人の方が見てるの？ありがとう。恥ずかしいや。誕生変わったかな。眠くなってきた。読んじゃおう。1位まいせんさん、
2位いわちゃん、3位かたむつりさん、4位こっぺさん、5位 F 渋谷さん、6位犬ちゃん、7位なおさん、8位みつるんさん、9位つよつよさん、10位さくばんさん、11位ロックオンさん、12位日替わり定食680円さん、13位ともきちさん、りんさん、らくらくさん、せいやんさん、のりおすさん、いくごぴょんぴょん、まさきさん、おじさまひろったよさん、しんじさん、たてさま、さとしんさん、立花はやとさん、うっしーさん、プライベートジェットさん、コバルトさん、大西くん、メガバイトさん、とっしー、むさん、なしさん、あれ変わった、人生で となく好みを眺めるだろう。1位まいせんさん、2位いわちゃん、3位かたむつりさん、こっぺさん、 F 渋谷さん、いぬちゃん、なおさん、みつるんさん、つよつよさん、さくわんさん、ラクラクさん、ロックオンさん、日替わり定食680円さん、ともきちさん、りんさん、せいやんさん、のりおすさん、いくごぴょんぴょん、王子様拾ったよさん、まさきさん、しんじさん、大西くん、伊達様、さとしんさん、立花はやとさん、うっしーさん、プライベートジェットさん、コバルトさん、みくなおさん、マピさん、メガバイトさん、トッシームさん、ナシさん、ケリーさん、ユウさん、さやしか、ありがとう。あ、サヤゴロウ見てから寝てね。僕の脳細胞変わりました。え、すごい。超リラックスしてましたね。ありがとう。またね。バイバーイ。あ、高評価とね、コメントもお願いします。インスタも見てね。いいねとコメントしてね。嬉しいよ。